広島のターンになります。持ってるのはメイヨです。そして速いボールが入った。ソットからエバンス合わせての先制点。この機能力ですよね。昨日まぶたを出血したかというところもあったんですが、さあここから仕掛けていきます。はい、ソットがこれを抑え込んだ。元 NBA プレーヤー、今日は抑え込みました。ベンチから出るタイミングっていうのはおそらくローテーションのタイミング分かってるんですけど、今日おそらく早いんですよね。あ、そしてブロック。はい、ちょっと上から真上から打ち落とした。しかしエバンスも早い。スリーポイントライン上に開くリアル選手に1対1の機会を作ってる、そんなオフェンスになってますね。ハイソットスリーポイントです。スリーポイントも決めてきた。これ日本に来て初めてのスリーポイントだと思います。会場から今おおとブーブー気がしますよね。戻ってきたニック・メイヨ。あ、そしてスティールに成功ビュートフ。あ、しかしパスミスになってしまった。ダッグ、いや、もったいなかったですね。ソットのスクリーンを使う辻。ブラフシアから外入って合わせてソット落ちました。自ら取る、決める。いや、もうこれはしっかりデザインしてきましたよね。しっかりリバウンドから速攻からっていう形でエバン選手らしいプレー見えてますね。昨日まぶたを出血したかというところもあったんですが、さあここから仕掛けていきます。はい、ソットがこれを抑え込んだ。ピックアンドロール、辻とのコンビ、辻メイヨに戻す。メイヨはペイントアタッカー、アリウープ。メイヨとこのソットの、いや、ただこのメイヨ選手、はい、これドライブなんですけど、スリーポイントの後のプレーなんですよね。シュート落とした後ですね、うん、縦の進入からすごくチャンス作ったので、うん、ライトが見ていましたが、もらってここも打ちませんでした。ソットフローターのシュート、こういったシュートも見せました。あ、そしてドライブしていく。どうか、あ、打ち落とされた。まだ京都ボールです。